田端博明1月2日体は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、厚生労働大臣政務官。妻は、女優の内田桃香。富山県富山市出身。富山県立富山東高等学校を経て、独協大学経済学部経済学科を卒業。大学卒業後、富山第一銀行に入校し、富山地支店、館山支店、大沢の支店にて、 法人、個人営業を担当。その後、同校を退社し、富山後期に入社。2003年、富山市議会議員選挙に立候補し、初当選。2005年、2009年の市議選でも再選された。2011年、富山県議会議員選挙に当選。2012年の第46回衆議院議員総選挙に、富山一区から出馬。民主党前職の村井宗明。 無所属の吉田豊史、日本共産党の新人らを破り初当選。2014年の第47回衆議院議員総選挙で維新の、党の吉田豊史、日本共産党の新人らを破り再選。2017年、第三次安倍第三次改造内閣にて、厚生労働大臣政務官に就任。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で参戦。 ありがとうございます。